Welcome back. We're still making our way through this plethora of scenes that we've got going on here. So let's head back to the Central District. クリフォードさん、地図ってそんなに楽しいの？ああ、見てるだけでワクワクしてくるぜ。世界はまだまだ広く、このどこかにまだ見ぬお宝がたくさん眠ってるんだと思えるからな。わかるような、わからないような。私もさっぱり理解できません。お嬢様にはこのロマンが理解できないか？それともトレジャーハンターなんてのは泥棒と同じように思えるのかな？泥棒？所有権が存在しないようなものを手に入れる行為は泥棒ではないでしょ？単にトレジャーハンターという職業をよく知らないので、ロマンも理解できないだけだと思います。そうか。つまりだな、大昔の人間の残した遺跡や洞窟に入るだろう。そこで無数の罠や仕掛けをくぐり抜けて宝を手に入れる。これが俺たちの目的ってわけよ。罠がない場所で見つけた宝には興味がないということですか？いやいやいや、そうじゃない。重要なのは当然罠とかじゃなくて宝さ。ただ手に入れるのに苦労すればするほど手に入れた宝には価値が生まれるのさ。なるほど、苦労して手に入れたものほど高く売れるのですね。いやそうとは限らねえ。とりあえずどうにか食いつないでいける程度のものだが。ちょっと待ってください。どうにか食いつないでいける程度のものなんですか？遺跡や洞窟に入って危険な思いをするんですよね。それで手に入るのが食いつないでいける程度？失礼ですが、それは本当に宝なんですか？だからそんなしょぼくない一攫千金の宝を狙って旅をする人間。Someone certainly had fun with all the camera shaking there. それがトレジャーハンターの生き様なんだ。ロマンなんだよ。勉強になりました。宝にもいろいろあるんですね。クリフォードさん、大丈夫ですか？まだ泥棒扱いされた方がマシだったぜ。Oh dear, oh dear. Right, let's jump straight into another scene. 二人とも何してるの？ああ、タオにちょっと頼み事があってな。ライザ、見てよこの石板。前に遺跡に行った時にこんなものを見つけてたんだって。いつの間に。風のごとく素早く静かにお宝を手に入れるのがトレジャーハンターってもんだからな。何やら文字が書いてあったから解読してみんなに教えてやろうと思ったんだが、結局ダメでタオにお願いしたってわけね。そういうことだ。それで解読できそうか？ちょっと時間をもらえればどうにかね。あとは任せて。頼りになるやつだな、タオは。俺の相棒になって一緒に旅しねえか？悪い話じゃないとは思うけど、僕はまだここでやりたいことがあるからな。そりゃ残念。とにかく解読の方は任せたぜ。It feels like main story related already, doesn't it? Just something about it is like, あれ、クラウディアだ。こんなところでどうしたの？
イザー。あの花が目に入って、わあ、綺麗な花。あんなの見たことないよ。実は一度だけ仕事で扱ったことがあるんだけど、とっても珍しい花なんだよ。そうなの？やったじゃん、クラウディア。早速あるだけ買っていこうよ。うん、いいの。え？でもすごく珍しい花なんでしょ？今買っておかないと、またいつ手に入るのかわからないんじゃ。そんなの、ライザも同じだよ。ああ。私はそのうち王都を離れなくちゃいけないし、ライザだって島に帰らなくちゃいけない。どっちが先になるかはわからないけど、私たちまた離れ離れになっちゃうんだよ。そうなったら、今度私たちが会えるのって何年後なの？それは今回みたいな偶然がなかったら、もしかしたら10年、ううん、それ以上会えないかもしれない。そうかもしれないけど、私ね、ちょっとだけ怖いの。ライザは私と違って友達を作るのが上手だから、きっとこれからたくさん友達が増えると思う。でも私は友達を作るのって苦手だから、だから今はうんとライザのことを独り占めして思いっきり楽しみたいんだ。あ、クラウディア、ごめんね、今の話は忘れて。クラウディアは離れてるのが不安なのかな。もしかしてずっとそのことを悩んでたの？そうだ、ならクラウディアにプレゼントを作ろう。どんなに離れてても私たちの友情は絶対だって分かってもらえるようなものを。でもそれってどんなものがいいのかな。New recipe incoming then, from the sounds of it. Oh, どこに行く？ Let's go back there then.他に必要なものは、うん、あとは最終確認をしてっと。よーし、完成だよ。お疲れ様。ところで、一体何のレシピを作ってたの？それは作ってからのお楽しみだよ。Yeah, there we go. What did we get? こんなのはどうかな? Oh, friendship bat. Aww. So sweet. Let's see about that then. 何作っちゃおうかな? That's crafter's drill. I need... どこに入れようかな? Wait, I've got some of them, I think. どれがいいかな? Somewhere? Let me search.No, I do not. I must have sold them. So, we need Locket of Devotion and Migratory Charm. There we go then. Hopefully, this will remove an extra one. So I can make two. So I imagine we're gonna need two. There's only the one there. Maybe the final result will result in two.Need a dragon wing. Need to get a dragon wing. Not only did I get a dragon wing, I also finished off a quest to kill some dragons. So, or some worms. So that's resulted in a net win for us, hasn't it? Oh, lovely. Just the one, alright. We'll make this one, and then what we'll do is duplicate it.Assuming I have enough gems, I should have enough gems for this. Surely.
I'm going to do using my last go to tea on there, but fine. Alright, so doopli doopli. I do have it. It's not that much, really. Okay. Let's go see Claudia! Maybe, because there's another scene as well, so. そんな風に思ってくれてたんだ。おかしいかしら。ううん、でもセリさんあんまり感情を表に出さないからどう思ってくれてるのかわからなくて。オーレン族も小動物を飼うことはあるの。私も飼ったことがあるわ。だからフィーのような生き物は可愛く思ってる。私は好きよ。よかったね、フィー。 Oh, it's just a nice little sweet scene. タオとパティだ。こんなところで何してるのかな。どうしたのライザ。仲良く歩いてるのが見えたからつい。もしかしてデート中だったりして。 Is that who I think it is in the background? 勘違いです。私たちはただ買い物に来ただけで。ですよね。そうなんだ。いい本を売ってる本屋を案内してあげたところなんだよ。そこの露店にも本が売ってる。ほんとタオは本が好きなんだから。昔からなんだ。あの様子だときっと本を買うと思うの。そしたらどんな本を買ったのか聞いてあげてね。タオすっごく喜ぶと思うから。応援してるよ。頑張ってね、パティ。え？嘘、気づかれた？私がタオさんのことを。あ、でも応援するってことはつまりライザさんは本当にタオさんのことを。ごめん、お待たせ。ライザは？あ、行っちゃいました。他に用事があるみたいで。そっか、ライザも忙しそうだからな。それよりタオさん、何かいい本は見つかりましたか？そうなんだ、聞いてよパティ。すごく懐かしい本を見つけてさ。これは僕が小さい頃に読んだ歴史の本なんだ。多分歴史に興味を持つきっかけになったのがこれなんじゃないかな。もしかして面白そうって思った？ええ、とっても。今度来るとき貸してもらえます？もちろん。いや、今貸すよ。僕はもう内容を暗記してるから。本当本が好きなんだから。Uh-oh. But even during that I was like, she still looks angry even though she's so happy. Just very, very angry. But in terms of who I think Ryza will end up with, if anyone, Boss just feels right to me.
クラウディア。今ちょっとだけいい？いらっしゃい、ライザ。何かあった？すごく嬉しそうだけど。ふっふっふん。じゃーん。すごい。とっても素敵なブレスレットね。本当？よかった、気に入ってくれて。え、どういうこと？はい、これはクラウディアのだよ。え、もしかして私のために作ってくれたの？一つはね、もう一つは私の。ほら、こういうお揃いのものって持ってないから作っちゃおうかなって。ライザ、どうかな、ちょっと恥ずかしいんだけど、次に会えるのがたとえ何年後になったとしても、クラウディアは私の特別な友達、それだけは絶対に変わらないよ。何があろうと絶対にね。これはその約束の証だから、不安にならなくても大丈夫だよ。ありがとう。私ね、ライザに独占欲みたいなの感じちゃってた。そのせいでライザに心配かけちゃった。もうほんと恥ずかしい。気にしないで。ずっといろんなところを旅してたクラウディアには友達を作る余裕なんてなかったの、分かってるから。それでも私と友達になってくれた。私はそれがとっても嬉しい。だからね、クラウディアがもう二度とそんな気持ちにならないようにはっきり言うよ。私はこれからも友達をたくさん作ると思う、クラウディアと会えない間に。それでもクラウディアが私の大親友であることは何も変わらない。だからもう二度とクラウディアが不安な気持ちになったりしないように、こっちにいる間に私のクラウディアへの気持ちしっかり伝えるよ。うん、ありがとう、ライザ。私このブレスレット宝物にするよ。Aww. That's just... How do I describe that any other way other than... Aww. どこへ向かうつもり? Let's head to the ca- Oh god. Head to the cafe. よーし、行くぞ。うわー、すげー。これ全部空間フルーツ使ってんのか？ええ。メニューはオリジナルだけれど、味付けはかなり近づけたつもりよ。懐かしい匂いがする。久しぶりだな、空間フルーツ。さ、召し上がれ。いただきます。美味しかった。最高だったよ、ゼフィーヌさん。お粗末様でした。それにしてもよく食べたわね。うん、この二人は特にね。食いすぎた。さすがに苦しいぜ。ふう、美味しくって懐かしくって夢中で食べてたよ。もういくら懐かしいからって食べ過ぎ。うるせえな。ずっと島にいたライザに俺たちの気持ちが分かってたまるか。あんまり分かりたくないな。なんであれ、満足してもらえてよかった。マスターも喜ぶと思うわ。いやー、満足満足、大満足だ。こりゃ何か礼をしなきゃいけねえな。そうだね、ゼフィーヌさん、僕たちに何かお願いしたいことってない？お願い？急にそんなこと言われても。俺たちにできることなら何だっていいぜ。
お願い。そうだ、それなら取ってきてほしい食材があるの。食材？店で使う料理の材料か？そうなの、行商人の常連さんがいるんだけれど、前々から食べたいって言ってた。その人の故郷の料理を作ってあげたいの。なるほど、僕たちみたいに故郷が懐かしくなってる人を助けたいんだね。結構いるんだね、故郷の味を食べたいっていう人。よし、任せてくれゼフィーヌさん。その材料俺たちが絶対持ってくるぜ。持ってきてほしいのはポルト豆よ。よろしくお願いね。 You'll find them at the port. They look like peas. Oh, どの依頼にしようかな。 Wonder why they're called that. Well, I could always make more zettel very easily. I've got loads of gold unis. Again, sage grass, I can go collect that. Seeds. Yeah, I got rid of all my gold terrion. Very, very upset about that. I can always make better. I can make more, right? Let's just make better stuff. It's fine.Back to the Atlia. Yes, Ig. Jama するぞ。いらっしゃい。最近よく来るね。もしかしてまた何か見つけてきたの？いや、まあ頼み事には変わらねえんだがな。ライザ、こいつを直せるか？これって。何かの道具？俺が愛用してる仕事道具、つまり相棒さ。だがこの前壊れちまってな。直せそうか？大丈夫、素材があれば直せると思う。そいつは助かる。急ぎで頼めればさらに助かる。任せといて。We got it. Proof of trust. 新しいレシピ思いついちゃった。Fixing tools, treasure kit. See if we can make that. 何作っちゃうかな。Treasure kit. What are we missing here? どこに入れようかな。I can make that, can't I?Where are we? Oop, that's not what I wanted. Let's try to give us some real quick. Good. Now, what were we doing? Treasure kit. Oh, that was on it. There.Sure, just throw random items in there, see what happens, game. Liza, 俺の相棒の様子はどうだ？ちょうど今、修復作業が終わったところだよ。これは…どう？You can feel the smile on his face through the mask. 素晴らしいぜ、ライザー。パーフェクトだ。本当？ああ、期待をはるかに上回る出来栄えだ。嘘だろう。初めて手に入れた時だってここまで綺麗じゃなかったのに。これもしかして強度を上げてくれたのか？また壊れちゃったら困るかと思って。余計だった？その逆だ。よくやってくれたぜ、ライザー。まだまだこいつとトレジャーハンティングを続けられそうだ。それ本当に大事にしてるみたいね。何年も使い込んで
何回も修理した跡があったよ。ああ、こいつとは俺がトレジャーハンターになった時からの付き合いなんだな。手入れはもちろん、壊れたとしても絶対に自分の手で直すってルールにしてるんだ。あれ、それじゃあ私が直したのってまずかったんじゃ。こいつは相棒であると同時に命綱でもある。何度もこいつのおかげでピンチを乗り越えたからな。そしてライザ、お前は俺を疑うことなく信じてくれた。命を預けるなら自分を信用してくれた人間にってね。それだけのことさ。相棒の修理ありがとな。今度は調整も頼みに来るぜ。相変わらず芝居がかった話し方なんだから。でもちょっと嬉しかったな。 That was a nice thing to him to say to Ryzo. It's like, it's again, it's just gonna make her feel really nice about the situation. It's like, awww、oh.So nice of him. Back to the cafe. Oh, I expected that to start up right away. There we go. Oh, I just needed one? Alright. So, this is what I wanted. Thank you for bringing it. I can prepare the food for the customers. ああ、ずっと帰っていない故郷の味ですげえ幸せを感じた俺たちが言うんだ。間違いないさ。あんたたちは感激しすぎ。そんなに懐かしいならたまに帰ってきたらいいじゃない。でもそっか、故郷の味で幸せを感じるね。ゼフィーヌさん、何かひらめきそうかも。私がやってみたい新しいこと。本当？でも急にどうして？レント君たちのおかげかしら。二人ともありがとう。俺たちお礼言われるようなことをしたっけか。さあ、特に思い当たらないけど。You did great, guys. Just accept that you did well. Let's turn in the ears. Very easy to get these, so it's fine. Alright, we'll give you those seeds. Anything else? There's that one that I completed earlier.Okay, so must be many reps there. Let's head back to the Atelier, maybe. Yes, please. Hello. 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 Hello.
その影響でここのところ掲示板に寄せられる依頼が爆発的に増えてるの。そんなことになってるの？依頼受付係を雇いたいくらいにはね。今日も開店から依頼者の列ができてたんだから。それだけこの町の人にとってライザは頼りにされてる存在ってことよ。でもそんなにたくさん依頼が貼られてるの一度も見たことないけど。そりゃね、もともとあそこの依頼を受けるのは冒険者の人たちがほとんどだもの。少し前まではみんな冒険者を頼りにしていたのに、今はライザが一番頼りに思われてる。冒険者の人たちって結構プライド高いから、
負けられないって必死になるのは当然でしょ。そんなことになってたなんて。でもそれだけ大勢の冒険者が依頼を受けてくれるならこの町の人たちも安心だね。そうね、ライザもこれを機に依頼を受けるのを少し休んでもいいんじゃないかしら。たくさん町の人のために働いたんだもの。少しは自分のために時間を使ってもいいんじゃない。ありがとうゼフィーヌさん。でも私は大丈夫だよ。それに掲示板にたくさん依頼が来てるってことはそれだけ困ってる人がいるってことでしょ。そんな人たちを放っておけないし、手を差し伸べるのが錬金術師である私の役目だと思うんだ。やっぱりね、ライザならそういうんじゃないかなとはなんとなく思ってた。依頼を受け負う店の者として、この町の代表としてお礼を言わせてもらうわ。今まで大勢の人たちを助けてくれてありがとう。そしてこれからもこの町をよろしくお願いね。It's that sort of thing like I had from the first game, just that feeling of like, oh, it's delightful. That was the word I kept coming towards in the first game. And this one I keep coming towards, aww. That's how I'm going to sum it up, isn't it? This game is just, aww. Anyway, let's go see what's going on with Siri in the Central District. そういえばセリは異界を浄化する植物やその種を探しているんだったな。ええ、何か心当たりがあるの？そういうわけじゃねえが、この辺の店は見てみたのか？露店で手に入るなんてことないと思うけど。いいか、露店ってのは基本的に個人経営で商品の仕入れ先もバラバラなんだ。だから店によってはとんでもない希少品が二束三文で売ってたりすることもあるんだぜ。そうなの？信じる者は救われるってね。どうだいライザー、俺を信じてみねえか。セリさん、探してみよう。もしかしたら本当に見つかるかもしれないよ。クリフォード、その希少品が見つかる確率ってあなたの経験上どれくらいあったの？数字で言うなら限りなくゼロに近いだろうな。俺だってそんなこと1回か2回しか経験ねえし、しかもああやって意気揚々としながら見てる時には一度も出会ったことがねえし。ひどい人。絶対見つかるとは言ってねえだろ。まあ信じさせはしちまったかな。あ、これ見たことない。セリさん、この花はどうかな？ただの花というかわずかに毒性がある。まさか露店の端から端まで見て回るとは思わなかったぜ。信じたのに救われなかったんだけど。そういうこともあるさ。信じると救われるは同じじゃねえからな。なんかごめんねセリさん、この前の時もだけどまた力になれなくて。別に謝ることじゃないわ。でも私だけじゃわからないから、シェリさんを連れ回して時間使わせちょっと。私もっと植物のこと調べてみる。それで絶対浄化効果のある植物を見つけてみせるよ。ありがとう。え？
本当に紳士になってくれているライザの気持ち、ちゃんと伝わってるから。また気になるところがあったら言って、一緒に探しましょう。うん、ありがとう、セリさん。It looks like she did find the rare thing after all, didn't she? In Ryza herself. Delightful. And awe. Yes, you know. Anyway, we're gonna end this part here. In the next part, I might have some... Might have done some development. Whether it leads to scenes, I don't know. But I feel like I need to get on that. So, we'll see you in the next part with some more scenes. Ta-ta, for now.